橋本五郎。西洋苦笑。1、変な言葉だが、諸君は運命の錯誤といった風なものを考えたことはないか。話というのは、源氏有名なある洋画家のその青春時代の思い出のうちのいとも数奇な、滑稽な、しかも愉快な一つの物語なのだが、たとえ人間の生涯における幾多の事象が全て運命の支配によるものとしても、これは確かに何かの間違いではなかったかと思われることだ。いかに我々のその努力や真実が信じがたいものとしても、あまりにこれは変な矛盾だ。腹立たしい錯誤だ。しかも単なる偶然としては、この人生の悲しくも、また頼もしく感じられることだ。もし一筆千金と唱えられる源氏の彼がこの物語の時代においてかかる奇怪な事件に遭遇しなかったならば、果たしてその栄誉極まりなきを享楽し得たであろうか。要するに、あるいは幸福な夢から覚めた運命の神のその微笑のいまだ消えやらぬうちにいみじくも持ち込まれた事件でもあったに違いない。以下、あの西洋が馬の西洋は微苦笑を禁じ得ないであろうと思う。2、一体芸術家と呼ばれるものの若い時代は、総じて貧困で孤独で、それで意地っ張りで神経衰弱的で、四万遊の底を舐めるような味を持っているものだが、ご多分に漏れずその頃の彼もまたそうした至ってへんてこな境涯に置かれていたのだ。それももちろん田舎から金を取るほどの育児なしになりきれず、かといって他人にこき使われる務めなんかはゲジゲジよりも嫌なことだ。で、心ならずも赤本屋の安口絵などを熱心に書いて、細々と製品に甘んじた生活を営んでいたのだが、その赤本屋が何かで失敗して潰れてしまって、ついには彼も続いてその唯一の食の道にも離れねば離れないわけにゆかなかったわけ。それからすでに1ヶ月の余りも経過してからの話だ。人間相当な年齢になれば30日間ほどはどうにでもして食ってゆけると見えたが、今はすでに質屋へさえ用事がないし、金を貸してくれる知人らしい知人もなかったし、毎日が潮のような苦さで、たとえどこからか不相応な注文があったとしても到底絵筆を握るなんて生意気な気持ちは起こりそうもなく、ひしひしと身に迫ってくる絶望の影から、ただ彼がもっぱら逃れたいばかりの頃だ。一度君、田舎へ帰ってきてはどうか。刺激が少ないまでも都会で物質に苦しめられるよりはいいぜ。それで君の芸術が滅んだというわけではなし。と、同居していた友人の中澤静雄が一日こう心外な言葉を持って彼に帰郷静養を勧めたのだ。その中澤もまた哀れむべき同病者なのだ。二人が相知ってからまだ1月、2月は経たなかっただろう。研究所で顔を合わして怪しげなセザンヌ論に花を咲かせたのがそもそもで、たちまち共鳴するところとなって、やがてそうして共同生活を始めたというに過ぎない。至って簡単な間柄なのだが、不思議にも彼らの心は何か肉親以上に相許すものがあった。と言っても彼も中沢のそれ以上は知らなかったのだ。同じ程度に貧乏で善良で気まぐれ者である以外には、郷里がどこか、兄弟があるかないか。しかしおまわりさんでも探偵でもない彼には、そんなことを知る必要が全然なかったし、知りたいという気持ちも起こらないし、一緒になってからの40日余りというもの、彼は中沢がはがき1枚受け取るのを見なかったし、手紙のごときものをしたためるのも見なかったし、その雑談にふける時も2人の間にはそうした二義的の話は持ち上がらなかったものだ。だからもちろんそれが理由には違いないが、彼はただその友人の清らかな瞳とその右顎にある小豆大の赤いほくろと、それらの調和からくる貴族的な女性的な顔の感じに満足していたわけになるのだが。3、人間の多くはその得意の時代よりも失意の時代においてよく郷里の温かさを理解するものだというが、長い間の生活苦と反抗心と焼けつくような焦燥に疲れきっていた彼は、友人のそのもっともな言葉に対しては甚だ残念だが、従うより他に生き延びる術を発見しえなかったことだ。間違った世の中にも従ってやれ、なるようになってゆけと、彼の心は失望と執着の中間でつぶやき放したのだ。だがタバコも買えない現在なのだ。それで旅費をどうする、汽車賃を何とする。くよくよすることはいらんよ。意志さえあればどうにかなるさ。な、それより久しぶりだ。一杯やろうじゃないか。中沢は勤めて元気に言ったものだ。おお、神よ。一心のみで50里の道中がなろうか。飲もうって持ってるのかい？うん。1円だけあるんだ。二人は顔を見合わして笑ったのだ。声の出ない笑いなのだ。その1円を使ってしまえば、たちまち明日に窮することはお互いの胸に知れ渡っている悲しさではないか。だがいくつきあの不思議な液体に接しないであろう。若き者のみに許されたその恵まれ得ぬ我々を慰めてくれるあの薄緑の透明な香りに接しないことであろう。飲みたいには飲みたいね。飲みたけりゃ飲んだらどうだ。食いたかったら食うさ。欲しければこそ嫁にももらうのさ。しかし君、困りゃしないかね？困るな、お互いなんだ。からといって現在どうするんだい。飲んで愉快にやろうじゃないか。いよいよダメとしたら僕も田舎へ帰ってくるよ。実際困るからといってどうすることのできる現在ではなかったのだ。そんな生優しい生活ではなかったのだ。そこで一面に悠々たる彼ら二人は、その懐かしいグラスの泡に接するために1円の金に全部を委ねて明るい日の街に出て行ったのだ。物語はそこから始まる。4、陥落と無情の皮肉な誘惑に満ちて都会の夜は更けていった。2本のビールで2人はすっかり酔ってしまった。呪い自動ピアノの伴奏につれてソースやカレーや香水やおしろいの匂いが立ち迷っていた。ねえ君、いい若い者が恋も知らずにだな。一生懸命働いてさ、苦しんでさ、それで食えないってことだ。一体正当なのかい、当然なのかい。中沢が愉快に嘆き始めた。社会が間違っているんだ。もしくは時代というやつが狂っているんだ。バカな。何が文化だ。何が教育だ。何が芸術だい。畜生。芸技芸術。芸技芸術と三遍言ってみろ。芸技芸技芸芸術芸芸3回言ってみろ。二人は早漏として酒場を出た。蒸気した方に夜風の冷たさが心よかった。幸福に疲れて帰りを急ぐらしい人々の群れが絹物のしめやかな香りを引いて、美しい装いでざわめき流れていた。いつしか資本と事業のいずれをも持たぬ二人の前には、待ちもうけていたように暗い路地が開けていた。君、何か儲かる商売はないだろうか。無資本で、今からやって明日の朝までに旅費だけ。ねえ。脳裏のどこかに食いついて小さくなっていた最初からの問題が、やっとこの時酒の勢いを借りて彼の口に出た。そうだなあ。中澤も真剣な様子で考え込んだ。まず、泥棒というところかな。泥棒？そいつは素敵だ。だが、酒が二人を笑わしているのだった。路地は工業区の目抜きの通りへ続いていた。二人が思わずも浮かび出たパッと華やかに展開された殿下の巷には、あらゆる職業の苦闘があった。諸種の安工業から客を送り出す甘い音楽や、それをこの日の最後の時と一段にぎわしくしゃべり立てる店々の争いにも似た売り子の声声に、辻秋うども声を枯らして叫んでいた。おい、ちょっと見ろ、ちょっと。どうだい。彼は中澤がこう密かにささやいて顎をしゃくったところに、まことに適切な職業を見た。あれならできるね。タバコは買えるぜ。やるか？やろうか。面白いぞ。気まぐれな二人に加えて、酒の気が味方をした。ありゆべからざる勇気によって、彼らは目的を有する人間となった。悲しくもまた、惜しい人間となった。やがて彼ら二人は、わずかに明かりを受けた路地の口を選んで、そこに人目を避けつつ、しゃがんだのだった。5、一人過ぎた。二人過ぎた。三人目もそのまま行ってしまった。なんとか言わなくちゃダメだよ。君だって黙ってるじゃないか。二人はお互いに尻をつついてひそやかに微笑し合った。酔いざめのほろ寒さにわして、惨めなおかしさがこみ上げてくるのだった。四人目の人影が見えた。今度は逃すな。黙ってちゃダメだぞ。彼らは戦いの覚悟をした。すでにその影は目前に迫った。二人は目をつむって精一杯に声を揃えた。哀れなものでございます。右や左の旦那様。この足元から起こった突然のわめき声に、中年のトンビの紳士は痛く驚いたらしく止まって、しばらく二人のルパシカ姿を観察する様子であったが、見れば君らはまだ若い美空じゃないか。としっかりした口調で問うた。それに失礼だが、服装あたりで見ると冗談としか言えない。本当とすれば訳を聞かしたまえ。そこで二人はやや酔いを覚まして一度顔を見合わした後に、どもりがちに中澤が事情を語り、彼がそれに口を添えたのだった。脇の下を冷たいものが流れた。なるほど。じゃあね、ここに5円しか持ち合わせがないが、今夜はこれで帰って、とにかく明朝を僕の家へ来たまえ。働く気さえあれば悪いようにはしないから、君らに向いた仕事もあるから、ここだからね。名刺をくれて、紳士は去った。万歳と、その影が路地角を右に消えると、二人はバネのようにそこを飛び出し、明るい方へいさみ立った。世の中は面白いな。愉快な人もいるものだね。採用もバカにできないな。彼らの胸は春のように開けていった。とにかくどこかで一杯やっていこう。そうだね、やっても悪くないね。2人は以前の酒場へ引っ返していった。もらった名刺を卓上に飾ってグラスの数が重ねられた。この西田定次郎というのは何だろうな。勤め人ではもちろんだし、商人とも見えないが、それほど金持ちの様子でもなし。だが2人にはもう何もかも幸福だった。飲めさえすればそれでよかった。汽車賃だけは残せよ。そんな殊勝な考えが口を出た頃にはすでに20銭のチップを女給にくれて、わずかしか金は残らなかった。しかし彼らは元気だった。よろよろとわけのわからぬ菓子を交渉しながら、犬一匹通らない深夜の都大路を我が天下のように帰ってゆくのだった。6。いいよ、一駅手前で降りてあとは歩いていくから。歩くって？なに、山越しで10里足らずなんだ。翌朝10時を過ぎて起きた2人の間にはそんな会話が取り交わされた。要するに働きたくない彼らには夕べの親切な紳士は忘れられていた。彼は帰郷に決し、その旅費の足らぬ関係から目的の駅より一駅手前で降りて、あとは歩いて帰ることにしたのだった。手荷物というほどのめぼしいものがあるはずはなかったが、でも数種の書籍と一枚の着替えと書き潰した多くのカンバスだけは画家や絵具箱の他にぜひ持っていきたかった。風呂敷でもあるといいんだがね。僕のトランクを持っていけよ。中澤は押し入れから彼の唯一の財産である尺八のトランクを出した。すまないね。お互いとは言いながら泣きたいほどの友情であった。彼は一人残る友のその後を想像しながら、静かにそれらの品印を整理するのだった。名刺がなきゃ感じが良くないね。これだこれだ。中澤は子供のように声を立てて一人喜びながら、夕べの名刺をそのトランクにつけて、絵を見る時のように少し離れて手を叩いた。この西田というのは神様だぜ。まったく、一度お伺いしなきゃ義理が悪いね。何、僕が後で言っとくよ。それで働けるかもしれないし。ふとお互いの胸を寂しいものが通り過ぎた。2人は不自然な交渉をした。持っているのは君で、その実は僕のトランクで、名刺の上は西田氏のものか。中澤は努めて笑った。西田氏の知人が見たら、あるいは僕を泥棒と思うね。僕の知人もそう思うね。なるほど。トランクの表面には花文字で中澤の頭字 SN がゴシック体に記してあった。しかもそれは緑色だ。泥棒とも思われるさ。警察へでも引っ張られると面白いね。何かの小説にでもありそうじゃないか。そうなれば面白いんだが、案外世間は鈍感だからな。2人は停車場まで歩いた。ちょうど正午の列車が出るところだった。中澤はリボンの取れた帽子を振った。気をつけていけよ。あ、西田氏によろしくね。7。考えてみれば世の中も案外面白いものだ。苦労の反面にはまたいつどこか幸運の尻尾を踏みつけるかもわからない。わずかにあの1円の金が、こうして幾本かのビールと幾枚かの洋食と、そしてこの汽車賃にまで変わったので、夕べの物乞いも今は鉄道のお客様だ。だが今の俺を幸福と言えるだろうか。何のために故郷へ帰るのだ。汽車は B 駅に着いた。この小さな田舎の駅はその付近の農産物、それも主に牡蠣のものの集散のために設けられたほどの寂しい特殊駅で、だから降りる客もわずか 6,7 人に過ぎなかった。しかもそれらのほとんどはみんなこの町に帰った人らしく、服装も地味で全体の感じがすべてその辺りのものに調和していた。その単調を血の色で吹いたように、彼のみが緑色のルパシカ、長髪、トルコ帽という姿であった。だから誰にもこの若い男が一目でこの土地にはひどく変わった、忌憚なく言えばあるいは一種の気狂いとも見えたに違いない。鈍重な田舎者の無遠慮さで身近くまで寄ってしげしげと顔を覗いてゆくものもあったではないか。駅の時計は3時半を示していた。彼は改札口を出て、そこから山へ続く坂町を眺めやった。すすけた屋根屋根の上に冬から春へ渡ろうとする山々の姿が静かな色で弱い日差しを反射していた。子供の頃、父に連れられて一度そこを越えた記憶がある。これから10里と思うと、まず里へ出るのは夜中だ。どこかで茶の一杯も飲んで行きたい気がした。彼は柱を背に持たせて昼食の代価から抜いて買った尊いバットの一本にマッチを吸った。彼の心は再び事故の惨めさを振り返っていたのだ。その時、美化にチャーリーひげを生やした都会人らしい和装の若い紳士が知人を見つけた時の安堵の面持ちで彼に近寄ったのを彼は知らなかった。おそらく今ここまで駆けつけたのであろう。息を切らしながらその青年紳士は一通り彼の様子を見たから、やがてトランクの名刺に視線を止めると窮地のように声をかけた。やあ、ご苦労ご苦労。荷物はそれだけ？彼は後ろを振り返ってみたが、そこには人の影さえなかった。正しくは自分に対しての言葉だが、それにしては生まれてこの方、ちっとも親しみのない顔であった。心配はいらん。さあ、来たまえ。彼は再びその男の顔の線から幼い頃の、また東北に流浪した頃の知人の顔を思い巡らしてみた。だがやはり初対面の顔であった。僕が山口だよ。さあ来たまえ。彼の躊躇には頓着なく、親切か。九段の紳士はトランクをひったくるようにして下げて、ぐんぐん彼の先に立って歩いてゆく。そのあまりの突然に彼は弁解の機会を失ってしまった。仕方なく彼は紳士の後ろから、これも知人のような様子で続いた。間違えたとて渋茶の一杯ぐらい飲ますであろう。8。田舎には不似合いな別荘風のこじんまりした住まいであった。彼は女中に案内されて、ちょうどその他の驚くばかりきらびやかな6畳の部屋に通った。金持ちだなと彼の直感が断定した。それにしても誰と間違えたのだ。もう君、ここまで来れば城の中だ。そのつもりでくつろぎたまえ。何、2日や3日遊んだところで構わないんだから。とにかく風呂に入りたまえ。その間に僕はちょっと行ってくるから」と紳士はひどく忙しい様子で、彼には一言も言わせないでそう言い捨てると、あたふたと出て行った気配だった。黙ってさえいればこのまま天国へでも行けそうな具合だ。彼はどうせ一文無しだし、これから山へかかったところが帰るのは夜中だ。無論それには腹もすくし、ここで一晩泊めてもらっては悪いだろうか。せっかくああまで言われるのだから間違っていたら謝れば済むだろう。すまなかったらその時初めて逃げ出しても遅くはない。どうせ一文無しのことだと簡単に腹を定めた。風呂から出ると決まったように膳が設けられていた。夕食には少し早かったが、彼としてはもちろんありがたい極みであった。しかし何か腰が落ち着かなかった。ご主人は少し遅くなりますので、どうかお一人ですけれど。と給仕に出た女中は盆を構えた。彼はふといい機会を見つけたと思った。今の間に何もかもこの女中に聞いてやれと決心した。君はもう長くここにいるの？いいえ、まだ一月ばかり。ご主人はいいかい？ええ、よく気をつけてくださいますし、奥様も。とここで彼女はほほっと笑って、おいでになるたびによくしてくださいますわ。彼はちょっと箸の手を止めた。他から来る奥様というのがあるだろうか。下女と主人の二人暮らしらしいが、あるいは男めかけなんてものかもしれないぞ。ご主人は毎日どうしているね？別にこれといってお金持ちのことでございますもの。それよりお客様のご商売は？彼の服装その他が彼女にも不思議だと見える。俺は絵描きだよ。まあ、じゃあ展覧会の。ではご親類か何かで？さあ、何に見えるね？兄弟かね？ご冗談ばっかり。ねえ、私当ててみましょうか。ああ。ね。その時玄関に足音がした。女中は一大事のようにちょっとと言って立った。彼は惜しいことをしたと思った。女中が自分を何と見ているかを知ることができたならば、この間違いのおよその見当がつくかもしれなかったのに。だが皆過ぎ去ったことだ。いよいよ最後の覚悟をせねばならない。帰ってきたのは二人であろう。その声で一人は確かに若い女だ。奥様というものかもしれない。彼はやたらに箸を運んだ。9。彼は女中が奥様と呼んだ夫人に引き合わされた。主人山口は姉だと言ったが、姉にしては似てもいないし、少し若いようにも思えた。豊満な肉体を持った現代型の女で、そのある種の女によく見受ける組みしやすそうな態度から、男の心にある気持ちを抱かせずにはおかない何かがあった。ことにその瞳が悩ましかった。西田から聞いているだろうから重複は避けるが、問題の家というのが、つまりこの姉の言っている先なんだがね。山口は口を切った。彼はドキンと何かで胸を食わされたような気がした。名刺だ、名刺だと心が叫んだ。これは間違いではないぞ。西田定次郎の何かだぞ。僕は西田氏の何かと間違えられたのだ。それにしても問題の家とは何であろう。で、君が友人の役を務めるとしてもだね、多少は家の事情を知っていなけりゃ失敗するかもしれないからね。まあ落ち着いて、君として必要な事項も聞き、何かの打ち合わせをしておいたらいいと思うんだ。山口はそう言って、どうかねという顔つきをした。彼はいよいよ最後だと思った。相手が自分を何と見ているのか、何について話しているのか、皆目わからなかった。僕は、そう言って、あからさまに間違いであることを詫びてしまうか、ったが、現在に窮した彼の口は次のように言ってしまった。冷や汗が伝部に感じられた。まず一通り念のために今一度お話が承りたいのですが。案ずるより有無が易しというが、これは思うつぼにはまった。彼ら二人の口から意外千万な話を聞き出すことができたのだった。同時にゆうべのあのトンビの紳士西田定次郎なる者の諫言がその目的を有していたかを知って、そして彼は現在の事故の位置に思わずもぞっとせずにはおられなかった。恐ろしい話だ。だから畜生、むざむざと5円の金も出したのだな。で、その話というのは。10、この町に野々村という旧家がある。代々その寺所内家屋から上がる利益で至って平穏無事な生活を営んできたが、当主の代になってから主樹な事業を始めた。それが時勢に適したのか、当主にそうした才能が恵まれていたのか、それらの事業は皆成功した。一年一年土蔵が立ち、別宅が営まれていった。工場ができ、遠いところから職人が移り込んだ。一日一日野々村家の金庫は満たされていったが、世の中の万事は皮肉だと見える。いつか当主は酒に親しむ人間となったのだった。そして種々な道楽がこの家の柱を食い込んでいった。が男性の多くに見受けるように、当主もまたその花運というものを察しながらもなお新しい道楽を漁るのに、これ日も足らぬありさまだった。そして最後に一人の女を見つけてからは、その方向性はさらに強敵に深められていった。それも初めは事務所にだけは毎日顔を出していたが、家に帰る日が少なくなるにつれて、それもついにいつとはなく止まってしまった。当然事業は廃れていった。人々は信を置かなくなった。そうした僧帽の間に、当主の妻は夫の放獣を恨みながら、愛児の前途を祈りながら亡くなったのだった。当主には2人の子供があり、兄を進む、妹を信子といった。当主は亡き妻の後へ、それも49日も済まぬうちに現在の細君、つまりこれまでの女を入れた。もちろん親類縁者は皆反対だった。しかし一人の腰の意見をどうすることもできなかった。それらの親族は皆絶縁して手を引いたのだった。その頃中学を終える家にあった兄の進は、そうした気持ちからはママ母との折り合いも悪くて、元来が感じやすい性質でもあったが、一夜何の答えもなく家を出てしまった。そしてどこへ行ったか、現在までも何ら消息がない。悪いことにはその後当主は病気になった。しかも中風だった。妹信子はその娘盛りを一方にママ母に仕えながら、また見込みもない父の看護にやつれねばならなかった。彼女は一人の兄をのみ待ちわびながら、押し黙ってそれらに優しく仕えていた。その後妻というのが、つまり山口のいわゆる姉なるものであって、自分に子供の得られないところから世間並みのお家騒動も起こされず、で密かに常人山口と示し合わし、妻としての権利ある間、できうるだけの多くの金を外野々村家から取り出そうとしたのだった。しかしこうした女が男性に対して幾分の優越権を持ちうるのは、概してその慶中に限られている。現在中風の当主はすでに迷いから覚めていたのだ。そして信子に家財の全部は与えられていた。家財の幾分を目的の後妻および常人山口はここに至って関係を巡らさずにはおられなかった。彼らは同類西田を語らい、当主および信子がその兄の行方に唯一の希望をつないでいるのを利用し、そこを起点として以後それらの金銀を盗み取りしようとしているのだった。つまり彼は当主の息子、その事情によりその金銀を受け取るため今日ここに到着したことになっているのだ。彼らが絵描き足らんとする青年を物色したことは、おそらく野々村進君が絵画に趣味を有していた事実によるのであろう。しかもそれら悪人の計画はすでに驚くばかり精密に進んでいた。彼は自己のこれまでのズボラを口惜しんだ。悪人に誤することを嫌った。しかし全てを打ち明けられた今となってはどうすることができよう。間違いだ、僕は人違いだと言ってどうして逃れ去ることができる。彼の胸には一瞬さまざまな情念が渦を巻いた。我が家のこと、西田のこと、そして中沢のことと。電報！玄関の声が一座の密談を破ったのだった。11、女中が取り次いできた電報の封を切って山口は黙読したが、読み終わるとその顔に一抹の陰険なひらめきを見せた。その目にはかすかながらものすごい底光るものがあった。おい、これを読んでみたまえ。山口の声には人を恐喝する時の嘲笑に似た冷たい響きがあった。後妻の目にも不審の色がうかがわれた。彼は恐ろしさの予感に震えながら突き出された電報を受け取って見た。若い者都合あり、明日ゆかす西田。首筋の背後を冷たいものがぞろりと貫いたように感じられた。体の内のあらゆる器官が真っ赤に燃えて騒ぎ立てた。今言い抜けねば全部破滅だ。彼は山口の鋭いメスにも似た視線を頭上に感じながら弁解の言葉を見つけようとして焦った。西田からに違いないが。山口の気持ちがじりじりと押してくるのが感じられた。彼はもう最後だと思った。と、彼の視界をちらっとひらめいた打診の時間、午前11時幾分。ああ、忘れていたんです。今朝都合があって、僕、明日来るはずで電報を打ったのですが、打った後で差し支えがなくなって、それですぐやってきたようなわけなんです。電報もずいぶん遅れるんですね。そう言って彼は真実生き延びた時の幸福を感じた。4時間以上も遅れた電信を、そして嘘のような通信事務の遅延を彼は心から感謝せずにはおられなかった。しようがないね。打診の時間を来信紙に見出した山口は今更のように苦笑しながら、その裏切られた憤怒の捨て場に講じたような言い方をした。そしてさらりと以前からの態度に帰った。やがて3人の間には細々とした明日の打ち合わせが続けられた。それらは何というもっともらしい言葉であろう。彼はその明日のいとわしさ、恐ろしさに包まれながら、この一夜の絹やぐの中に寝るには寝た。なかなか寝疲れることではなかった。12、翌朝、彼は運命に追われて心ならずも野々村家を訪れねばならなかった。山口はその辺りまで尾行してきた。黒塗りの歌舞伎門を入ると古い植え込みが続いて、そこに下僕らしい老人が庭木の幹の巻き藁の手入れをしていた。東京から参ったのですが、と教えられた通りを告げると、すでに知らしてあったものがそのまま老木によって玄関まで導かれ、そこでは下女と5歳の出迎えを受け、やがて奥へと案内された。何もかもが古い匂いで収まっていた。いよいよ悪事に面するのかと思うと、そのまま逃げ出したい気がした。しかしまたこの秘密は自分一人が知っているのだと思うと、ことによればうまく自分の力で解決できないものでもないとも考えられるのだった。病室に一歩入ると言いえない匂いに襲われ、部屋の暖かいにもかかわらず背のあたりにおぼろな寒さが感じられた。床の間近く病人がいね、その枕元に寂しい顔の娘が座っていた。その妹という人の顔を見ると、彼はどこかで見た顔だと思った。確かに覚えはあったが思い出すことができなかった。闇やつれた当主の表にも憎めない人の良さがあった。山口から聞いたほどの吝嗇なうつけな人間とは見えなかった。せがれがいつもお世話になります、しわがれた声であった。兄さんが大変お世話になりまして、美しい声であった。彼は穴へ入りたい気がした。何ら関係のない人間が一面識の人間の前で、しかもその親子の情につけ入って今大きな罪を作りかけているのではないか。手紙にはただあなたから聞いてくれとのみで、他は何も書いてありませんが、どうかうちわのものばかりですから遠慮なくおっしゃってください。当主はその息子の安否を聞かれる嬉しさから彼に対して痛ましいほど気を兼ねる様子だった。彼は幾度みんな嘘だと度胸を決めて言い切ろうとしたか知れなかった。だが奥さんの目が物を言っていた。それにまだ時期ではないとも思われるのだった。いえ、ご心配には及びません。野々村君は至って壮健で。彼はそこでもまた教えられた通りを述べねばならなかった。悪人の知力がどこまで正確に計画を踏んでいたか、この二人の善良な人間はそれをすっかり信じてしまった。お金のことは承知いたしましたが、今日一日はせめてご当留になっていろいろお話を聞かせてください。彼は事件のもはやどうすることもできないところまで進んだことを知った。そのいかに自分が態度すべきかを幾分は考えてみるつもり、甚だ悠長な考えではあるが、それが彼のズボラと言われる性質でもあった。そして奥さんの目色によっても彼はその当主の言葉に従うことにしたのだった。その頃ちょうど真実の西田の義士者を乗せて列車がこの町に向けて進みつつあろうことを憂いながら。13、長い間病人とママ母との間に沈み切った生活を続けてきた娘には、兄の親友であると称するこの都会風な青年の出現が決して不快なものであるはずはなかった。二人はすぐに親密になった。彼女はそのつれづれの暇をアルバムなどを取り出してみせた。これが誰だかお分かりになりまして。記されたのは海軍服に国旗を持った4、5歳ばかりの男の子の写真であった。もちろん彼にこの家の誰だってわかるはずはなかった。わかりませんね。ずいぶん変わるものでございますのね。兄さんでございますのよ。これと比べてみるとおかしゅうございますわ。兄進くんの写真が示されたのだったと彼は思わず発声しようとした。それらの幾枚は皆あの中沢の写真ではないか。中沢彼の脳裏は歓喜で踊った。考えてみればありうべきことだ。正しいことだ。中沢は偽名だ。野々村進だ。 SN 彼は今いつか中沢が恋人だと言ってみせたこの妹の写真を思い出した。やはり他人ではなかったのだ。この写真にはどれもほくろがありませんね。彼は念のために尋ねてみた。写真誌はよくそれを削り取るものだ。ほくろですって？兄にはほくろなんかありませんが。彼女は変な表情をした。ほくろがない。兄さんのここに。と彼は自分の顎を指し示して。赤い小豆ほどのがありますがね。ええ、真っ赤なやつが。変でございますのね。彼女も首をかしげるのだった。ほくろという怪物が色素の何かで生まれることは知っていても、彼にもそれがわずかな年月の間に中沢の顎に現れたとは思わないのであった。そうとすれば中沢静雄は中沢静雄で、この野々村進くんではないのであろうか。14、彼の心は瞬時の間に思い乱れた。この広い世界に示された写真を一目見た瞬間から、確かに彼だと気づき信じ得るほどの相似た人間がまたと二人とあるであろうか。それに恋人だと言って彼女の写真まで持っていたのだ。ないほくろも作ることはたやすい。してみればやはり中沢、いや野々村君に違いはない。だがまたその反対に、例えば双子か何かのようにいずれをそれとも分かちかねるほどよく似た人間がいて、それが何かの経路から彼女の写真を手に入れることができて、それを冗談に恋人だと言って自分に示したとも考えられぬことはないのだ。また彼女にそれほど似通った女性がいないとも限らないし、恋を思う頃の青年がまま例えばそのおばとかいとことかの若い何でもない女性の写真を用いて、友人間にこれが僕のラバーだなどと誇示することは事実ありえる。とすれば中沢はやはりあのほくろの中沢そのものに違いないではないか。そんな堂々回りのような考えを彼は幾度も繰り返したが、もちろんその結果をきたすことはできなかった。彼は再び一様の悪人の手先に立ち返らなければならなかった。忘れたような不安の念が心のどこかにひたひたと寄せては返し寄せては返し、彼の態度を、その言葉をますます渋滞したものに導くのだった。ノブさん、ちょっと。その時襖の陰に奥さんの顔が彼女を呼んだ。陣屋をやりますから、あなた銀行まで行ってくださらない？ええ、兄さんの方の。彼女が消えた襖のあたりにそんな言葉が聞こえた。いよいよ金を取り出すらしい。彼は形容しがたい焦燥の中に一種諦めに似たものを感じた。自分の力では到底この事件は救われない。自分のつぼらな弱い性質はその機会を見出し得ない。その時であった。玄関にあって「お嬢様、お嬢様、奥様」とじいやのわめくのが聞こえた。頓狂な叫びであった。バタバタと隣室を走る音が聞こえた。と、あら、兄さん。彼女の歓喜に満ちた声が響いた。15。野々村くんが帰ったのだなと思う間もなく、静かに、しかも取り乱した足取りで奥さんが入ってきた。その表には非常の色がみなぎっていた。今長男が帰りましたけれどね、あなたはどこまでも白を切ってください。いずれは偽り者がバレるでしょうが、その時は私がうまくやりますから。せわしなに言い捨てて後妻は去った。家の中に何かただならぬ気持ちが起こっていて、それが全てを病室に集めたかのように、彼はただ一人部屋に取り残された。いても立ってもいられぬという気持ちだった。今兄さんが帰ってまいりましたから、どうか病室まで。その妹の顔には明らかに喜びの色が微笑んでいた。彼は行かないわけにはいかなかった。たとえ自分の本体が暴露されるとしても、それを否むことはできなかった。これも一つの機会が、そこでは全てを告白することができるであろう。自分の正義がそれを許すであろう。彼は決心して彼女の後に続いた。言い知れぬ感情が全身をムズムズした。が、一歩病室に入った時、彼はそこに親友中沢を見た。おお、中沢くん、あ、いや、野々村くん。二人は手を取り合って踊った。彼は目が熱いものでいっぱいになった。それが何という、しかも幸運な奇遇であったろうか。中沢、いや野々村くんが彼を停車場に送った足でかの西田を訪ね、そして我が家に起こりつつある事件を感じたのだった。そして機会にも事故を自己の友人となし、ここに帰ってきたのだった。もちろん彼は後妻及び山口らの話をそのままには済まさなかった。野々村くんがそれらの事件をいかに処置したか、それは読者の想像に任すとして、作者がそれによって再び彼が十里の山路を越えることなしに、しかも人間としての最大の幸福感に満たされながら、都への汽車の快いクッションに身を埋めた事実だけを付加しておく。